小笠原慎之介、8回111球、8安打1失点。再開中日は初回に先制点を奪われると、この日は打線が無得点と沈黙。今季20度目の完封負けを喫し、阪神戦は5連敗で、46勝73敗3分け借金27とした。今季22度目先発の小笠原慎之介は、7回111球を投げ、8安打1失点の年頭も、打線の援護がなく、今季10敗目を喫した。打線は6安打の無得点。チームに違和感。何がいけないというのか。ホームラン2本打てば勝てたよね。その日安打はちょっと怖い、赤徳つきそう。監督の評価が下がった。まあ阪神側もやらかしまくりだったから。柳、遅延をしてからがスタートラインだ。まあ今永みたいに打っても勝ち消えるパターンもあるし。初回に点取られるのが悪い、その名前で投手やってるのが悪い、無理やり理由付けてもこれくらいしか思い浮かばないわ。立浪コメント楽しみ。涌井12敗、小笠原10敗、柳9敗、高橋9敗。入る球団間違えたよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。